ジョリンさんとの中堅ロッシーです。というわけで今日もですねスライムランチャーやっていきたいと思います。牧場にはですね今何もない状態なので新たなスライムをゲットしていきたいと思っております。前回まではですね本来捕まえることのできないクイックシルバーちゃんをですねゲットしたんですけれども、今回も本来ゲットすることはできない恐竜スライムセイバートゥーススライムをですねゲットしていきたいと思います。日本語ではセイバーというふうにね、訳されてますが、サーベルタイガーのサーベルと同じ意味ですね。それでは早速セイバースライムのいるオグデンの土地に来てみました。オグデンオルティスですね、ワイルド諸島へようこそ。おい、サーベルスライムって書いてあるがセイバースライムなんじゃないの。もうこれ公式も認めるどっちでもええっていうやつやんけはい、というわけでね、グダグダの翻訳にはめげずにワイルド諸島へやってまいりました。こちら、あ、早速セイバーホタルちゃんでございますね。セイバーホタルちゃん、さあ本来はですねここのワイルドエリアには素のサーベルスライムっていうのは生まれないんですよ。何かと、ラルゴの状態でしか生まれないので、セイバースライムっていうのは、ゲットできないというものなんですが、モッドを入れてるのですね素のセイバースライムが多分生まれるはずなんですよ。なのでセイバースライム探していきましょう。お、いたんじゃない、いたんじゃない、いた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 、おっと見つけました。セイバースライム、サーベルスライムになってるね。翻訳変わったんかな、昔はセイバースライムになってたんやけどな。どうやらサーベルスライムで、統一されたみたいですね。はいはい、あー、いる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 、いっぱいいるじゃんセイバースライム。やったぜサーベルスライム口をついちゃうね。あとねもう一個そういえばここでね検証していきたいことがねありますね。サーベルで刺すのやめてサーベルで干渉しないで。はい、もう一個ね検証していきたいのはですね、ね、前はねこのクーカドバの実を集めるのがまあこのゲームのミッションになってるんですけれども、あの毛玉っていうのがあって、その毛玉の中にクーカドバがめちゃめちゃいっぱい入ってるっていうね、そういう毛玉があったんだけど、なんかバグでね毛玉が出なくなってたんだよね一時期。それが解消されてんのかというのを見ていきたいんですけど、今のところ毛玉を発見できてるやつ、おっと見つけましたよ。ポッと、さあオープンザセサミ、どうだ、お、何が出た、あー素材か、あ、オッケーオッケー、蜂蜜欲しい。うん、やっぱ今のところ毛玉はないですね。まあ、順調にサーベルスライムは集められてますけれども、オッケーオッケー、いいねいいね、オッケーですよ、さあそう、あの毛玉割りマシーンはねあるんですけど毛玉がないんですよ。はい、というわけで一旦サーベルスライム捕まえて戻ってきました。空間の場でここで入れていきましょう。オッケー、ゲット。さあ、じゃあちょっと牧場に持って帰るのかな。オッケー、持って帰れる、やりました。これは飼いならすことができるんじゃないでしょうか。じゃあ早速檻の中に入れていく。オッケー、来た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 、やった、かわいい、え、めっちゃかわいくない、じゃがいもみたいじゃがいもスライムに名前変えようって、これめっちゃかわいい、めっちゃなんか隅っこ暮らしとかに出てきそうな感じじゃないこれ。ちょっと明るいところで見たい、寝ます。さあどうだ、おー、かわいいっす、めっちゃかわいいね、ゆるキャラグランプリとかで優勝できそうなかわいさじゃないこれ、いいいい、このなんかあの なんて言えば形容すればいい、これ三角形っぽい感じの形、丸い三角形みたいな、おにぎりみたいな形か、もういいよね。ちょっとスライムペディアも見てみようか。あ、登録されてますね、サーベルスライム。あ、餌は肉なんだ、だけど好物は不明ですね、大昔に絶滅したんだ。やった、絶滅したはずの、サーベルスライムをついに現代にね蘇らせることに成功しましたよ、らしさま、やったぜ。ちょっと好物だっていう鶏をとりあえず食べさせてみますか。何がこう好物はないのかもしれないな、もしかしたら。さあ、あげよう、ほら、あ、くう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 、いいねいいね、食べて食べて、あー、サーベルウンピーズめっちゃ出してくれますね。ハートが出ないので一応今あげたニワトリは好物ではなさそう。オッケー、ゲットゲット。でもお、かわいい、めっちゃ、ちょっと口開けんのめっちゃかわいいこれスライム界のかわいさランキングを揺るがしてる気がする。ちゃんとセーバースライム、あったあったあった、セーバーウンピーズもありますね。オッケー、これだから売ることもできます。やったぜ、ゲットゲット。
さあ、じゃあちょっとね、ラルゴ体になるのかどうかっていう実験をしていきましょうか。さあ、ではサーベルスライムに、ホタルンピーズを食わせてみます。いくぞ、せーので、ほい、食べてくれ。おっちゃ下手くそか、食べるの。まあ、やっぱね、実際のサーベルタイガーもですね、牙が邪魔すぎて、あっ、なったなったなった、食べれなかったっていう風なね、逸話もありますからね。あっ、かわいいラルゴ体になりますね、ちゃんと。素晴らしい、素晴らしいです、このモッド。よし、ちょっと ついでなんで、あの、金化できるかもね、見ていきますよね。金化。この金がどういう形になるのかね。普通のスライムの形じゃないからね、サーベルスライム。気になるところ。さあ、いきますよ。金のプリントで。金化、パクリ。うわー、かわいさそのままいくやん、これ。あ、いい。あ、ちょっともう金のスライムこれにしよう。かわいい。あ、でもちょっと眉毛がな、眉毛がなくなっちゃってるところがラッシーさんの若干、あー、マイナスポイントかな。ヘルメットみたいになってるヘルメットスライム。さあ、ちょっとね、毛玉の検証ができてないので、今一度ワイルド諸島に戻ってきたんですが、あとね、もう一個思ったのは、もしかしてサーベルスライムの好物は、このクーカドバの実を、クーカドバの実か、もしくは、あった、毛玉あったじゃん。あった。1回目が生成されないの、まだそこをやってまとってんのか。毛玉割り機、毛玉あったから、よし、行くぞ、毛玉割りポン。あーちーポッコポッコポッコ、ダメ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 、そんなこと言ったね、あの久しぶりに毛玉割れましたね、超嬉しい。このクーカドバの実か、オグデンの報酬でもらえる豆腐が怪しいんじゃないか、好物なんじゃないかと思ったんですけど、あ、ありますよ、やっぱり。全然毛玉あります。ガンガン毛玉出てきた。1回目の時出てこなかったんですよね。バーン、オッケー、クーカドバめっちゃ集めれるやん。あとね、ちょっともう1個あるのが、多分この諸島のどっかにセーバースライムのスキンがあるはずなので、それもね、探していきたいと思う。お、あった、発見、いくよ、オープンザセサミン、カモン、ボン、おいった、プレジュラシック。あ、ちょっと凶暴になりますね、牙の生え方が変わるのか。あ、これはちょっと楽しみ。はい、戻ってきました。これですね、あ、このピリ辛豆腐、これももしかしたら好物かもしれない。そしてこの空間とか持ったまま牧場に戻りの、アベルスライムにあげていく。ちょっとかわいいじゃん、このスキン、いい感じ。牙の向きが逆になっている。あ、こっちイノシシっぽい感じになりますね。さあ、じゃあちょっとピリ辛豆腐からあげていきましょうか。いくぞ、豆腐食べるけど好物じゃない、クーカドバは。てか、クーカ、あれ、そっか、これ肉食だから、そもそもクーカドバ食わねえかクーカドバってオグデンにあげるしか用途がないのか。え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、どうした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 。なんかクーカドバ持ってるやつがいいんだけど、一匹、ほらほら、あ、お、落とした、あ、食べ食べなかったですね、持ってただけみたいですね。なんか持って持ち逃げしたんですけど、特に何もなかったですね。はい、というわけですね、今回はなんとか無事にセーバースライムをゲットすることができましたということで、次回もまたやっていきますので、ぜひ見てくださいね。ということで、今日はこれにしましょう。最後まで見てくれると、それじゃあ今日もね、また見てね、バイバーイ。